どうも、今回はゼラオラ使ってランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、今回はね、ゼラオラの技構成、スパークと、ワイルドボルト。これでね、やっていこうかな。で、持ち物は力の鉢巻きに、猛攻ダンベルに、お助けバリアっていう構成なんで、ユナイタス履いて、自分にシールド付与してね、なるだけ、長く戦って、粘ることによって、目指せ、3連キル。3連キルがまあ一種のさ、指標でもあるね、目標、指標。3連キル超えてきたらもうやっぱ、気持ちいいから、やっぱ3連キル超えてなかったらまあ気持ちよくない。そこなんだよね。まずは大事なのってしっかりといい感じにね、買っておいてやっていくんだけど、さあカビゴンはちょっと嫌だな。どうせあいつとやり合っても取られるだけだから、一旦ちょっとゴールチェンジまでひとっ飛びでやっていこうかな。で、高速移動も打ったら結構いい感じに通常攻撃の速度とか上げたりもしていけるから、でサクサクサクって取っといて、やめてカビゴン、やめて。さあしっかりと避けておいて、でスッて打って、スピーダー使って、逃げていこうか。いやもう無理だから、もう、ちょっと許せんない。カビゴンも最近ちょっと許せねえんだよな。ゴールチェンジしてくれないピカチュウもマジで許し、敵のピカチュウとかもね、マジでクソネズミがって思ったりするんだけど、最近カビゴンもね、ゴールチェンジしてくれなかったりするから許せないんだよな。まあでも2回決めれてるだけ割と十分な感じあるけどね。これ、上げてもいいかもね。あー、いや、取っちゃった、取っちゃった。で、ピカチュウもなんかくれる感じだったからね、そのまま、やっちゃおっか。さあ、スッて言っといて、で、切り裂いて、オッケー。切り裂けねー取れねー待って、死ぬ、あっぶれ、耐えてる方死ぬぞ。うわ、マジかー。いや、まあ、しゃあないけど、ルカリオあたり、ちょっと、ちゃんとこいつやっていきたい。うわ、俺を差し置いて、お前、そんなさ、レベル、グロパン痛いけど、どっかで電光石火打っておいて、で、切り裂いて。ナイス、いいよ、敵は打った。で、しっかりと5レベルになっておいて、ナイス、いいねー。このリネ側っていうのはカイジのキャラとかじゃないんかな、わかんないけど。はあ、最悪。すかされた。ヘビボンにすかされたんだけど。取られるな。ね、意味ねえな。カビゴンとこうやってやってもちょっと意味ないな。あんま意味ないな。一旦ちょっとスピーダー使っておいて、さっさと、カビゴンたちが来る前に、さっさと買っちゃったがマシだね、これね。あっぶね。そうだね。立ち回りちょっと変えていかんとな。カビゴンとね、必死に取り合っても意味ないからな。あとは、ルカリオもぎ取っていければ最高なんだけどさ、10ポイントでしょ。これワンチャン決めれない可能性あるから、そのまま殴っちゃう、このまま。これ力の鉢巻きのこの通常攻撃の速度で。で、しっかりと、はい、いいねー。このピカチュウとの連携力よ。さ、ソロ墓地ちょっと下レーンに、いくつやっていこうかな。俺軽く中央レーンぐらいのあれあるからね。中央レーンぐらいの、レベルの差。できてるから。レベルの差っていうか、レベルに慣れてるからね。あとちょっとだよ、マジで。ワイルドボルト覚えるまでだよね。できれば。覚えてきてんだけどさ。さ、しっかりと。通常攻撃からの、まあ、スパークとか使っておいて、ちゃんとやっていきたいけど。切り裂いていけるかな。これ、ルカリオ切り裂こう。ルカリオしっかりと切り裂いて。切り裂きたかったけど、ちょっと無理だわ。危ねえわ。ちょっとね、危ない。非常にね、危ない。前出すぎたら死ぬからな。こういう風にさ。カウンターでスパーク入れる？ちょ、間違えた。来た。カウンターでスパークからの通常攻撃やって、切り裂いておいて、で、ルカリオにやってもらいたいんだけど、あれは。ナイス、ルカリオ。信じてた。俺はお前信じてた。あと、ルカリオの処理に行かないとな。さ、スパークって。もう一丁。いいね、いいね。張り付き。このスパークからの通常攻撃が結構ね、強いよね。めっちゃ敵にくっついていけるよね、本当に。さ、スピーダー使って避けつつで、切り裂いておいてやっていく。ナイス、いいよ。で、もう一丁スパーク開いて。でも、もう一度スパーク開いて。で、ワイルドボルト覚えて。一旦ちょっと素でワイルドボルト打つか。いや、ちょっとダメだね、やっぱり。ダメだね。ワイルドボルトって、スパークとかを打ってから打つことによって、敵に攻撃する回数とか増やしていけるからさ、最低3回まで増えるんかな。だったかな。だからさ、ちょっとダメなんだよね、やっぱり。素だと。素で打っても火力をね、やっぱ感じれないわけよ、火力を。で、ここら辺でしっかりと打つことによって、いいね、この、圧倒的火力を。さと、ロトムのところに行っておきたいっていうのもあるし、でもレベルがね、確か、いないたざってレベル10で覚えるとかだった気がするから、ちょっとあれかなって感じは、あるよね。もうちょいやっていかない。さ、来た、これ割れどころとって。はい、いいね。ルカリオさえもこの買ってしまう、この火力よ。で、一旦ちょっと、引きこもっておきながらで、さすがに3人のとこに突っ込んだら死ぬから、なるだけ浮いてるやつをね、狙ってきて、こういう風にさ、浮いてるやつ。で、浮いてるやつやって、はい、もうしっかりと。なんかカビオンに吸われちゃったな。まあ今、いいや。いや、結構いい感じに、
妨害みたいなのできたから、さあとはしっかりとワールドボールと重ねておいて、でルカリオいいね。今回ルカリオ結構カモンにできてるのいいよ、なかなか。でこの疾風陣雷撃、これ覚えるのがやっぱたまんないわけよ。疾風陣雷撃で悪いけど今からやること、ただに八つ当たりだからっつって、あのキルアみたいにさ、これでもうしっかりと疾風陣雷撃を当てておいて、で雷を敵に当てておいて、そっからもうワイルドボルトで無双していく。カンムルと井筒氏だね。井筒氏で合ってるっけ、キルアの技合ってる多分ね。さあスパークって、でもう一応スパークって、でワイルドボルトって、何、まあいいや、避けれたからいいや、かわせたね。ただそろそろユナイタザーとか吐きたいな、どっかで。ちょ、一旦素でワイルドボルトってさ、もうマジやるな、あいつやるな、やるな。一旦ちょっとユナイタ吐かなきゃ死ぬな。ユナイタ吐いておいて、でスパーク打って、でもう一応スパーク打って、でもう一応スパーク打っておいて、ではい張り付きますよと。これはやっていきたい。ちょ、ダメだな。なんか分散したね、ダメージが。カビゴンにワイルドボルト打っても美味しくねえわ。やめた。カビゴン相手するのやめた。ダメだ。やっぱ柔らかいやつ相手にしないと、ちょっと美味しくねえわ。そこだね、やっぱりね。カビゴンがね、結構ね、いい感じのとこで前に出てくるから、あれ厄介だよね、なかなか。あれ厄介よ。なんか変わっちゃう。ターゲットが変わっちゃうからね。多分取れた、これ。ナイス、いいね。取れてないけど、まあ、しゃあねえ、しゃあねえ。あとはしっかりとルカリオにもぎ取ってやって、で、もう一丁当てて、撃って。よし、間に合った。マジで間に合って。よかった、間に合って。で、カビゴンは、あとしっかりと切り裂いていこう。ナイス、ピカチュウ。助かった。助かった。偉い、ピカチュウ。マジで偉いよ。本当に偉い。さあ、あとは、上レーンにしっかりと集まっておいてやっていきたいけど、あとね、14レベルかな。14レベルになるのが結構ね、でかいんだよね、ゼラオラ。ワイルドボルトが、周りの、ワイルドボルトのダメージがね、その敵の集団にも飛び散るようになるから、まあ、そこからって感じはあるんだよね。さあ、スパーク打って、で、スパーク打って当てて、で、もう一度スパーク打って当てて、で、ワイルドボルト打っておいて、しっかりと、こうやって削っていくんだけど、いや、これ、でも、さ、ユナイトとたまんないんじゃない？ 3 分ギリギリ、60秒じゃたまらん気がするから、これはね、いい吐かせ方できたんじゃないかな。しかもロトも取れてるっていうのもあるし、え、こっから2レベル上げれる？答えはちょっと、いいな、無理な気がする。こっから2レベル上げるの、だいぶさ、だいぶきつくない？ 2 レベル上げんの。じゃ、これ強化攻撃打ってから、ワイルドボルト打てばよかったね。いや、まあ、いや。さあ、スパークも使ってしっかりと、まあ、刈り取っておいて、で、レベル上げていこうぜ。いやー、せいぜい13レベルかなーって感じがあるよなー。せいぜい13レベルだな。まあでも13レベルになってないよりか、レベル上げしないよりかマシだから、まあレベル上げとかもちゃんとやっていくんだけど、14レベルでもあれだよな、本当に。よほどうまくいってないと14レベルまで、まあ、届かんよなー。いや、もう向かうか。14はなれないわ、今回は。今回はなれない。だから、浮いてる敵をちゃんと狙っていく感じ。あ、今のルカリオ。このルカリオとか狙っていきたいね。この、こいつやりたい、こいつやってきて、こいつを。で、しっかりとも欲張らないように、ワールドボルト打って、潰していく。あとは、俺もユナイト吐いておいて、この疾風陣雷撃。で、ピカチュウと一緒に倒していく。いや、素晴らしいね。これもう素でワールドボルト打ってもいいな、多分。待って、ちょっと壁に引っかかった。最悪。そこはさ、壁抜けしてくんないとね、やっぱ困っちゃうわけよ。いや、この、ピカチュウとの、雷コンビネーション。ビリビリコンビ。これたまんねえよ。この火力。どっちもキルアみたいなもんだからな、やっぱりな。どっちもやっぱ。あ、でもピカチュウボルテッカだったっけ？どっちの技構成だったっけ？もう覚えてないや。でもピカチュウの技構成ってどっちも強かったりするよね。なんだっけ？ゼラオラも今はどっちでも割とありなんだっけ？ナイス。おし。頑張っていくか。なんか今回もね、ピカチュウと、ビリビリ、ダブルビリビリコンビネーションでやっていけるんだよね。めちゃでかくない？これ。楽しいからな。だからなんか放電の方もね、ありかもしれんね。相手を麻痺状態にできたら、誘拐とかしてこれるからさ。まあでもやっぱり火力取るんだったらやっぱりさ、待って、もう最悪。そっちじゃないんだよ、狙うの。そっちじゃないんだよな。まあ起きちゃうよね。さあ、あとは、しっかりと、いやまあゴールチェンジ一旦していくか。で、敵がこっちにさ、来てくれるんだったら全然いい感じあるからさ。で、これをしっかりと、これ切り裂いて取っていってて、嘘、惜しいなぁ。やりたかったけどね。めちゃ惜しかったなぁ。相手にもクソネズミがいるからな。
か相手にもいるって言ったらなんか自分陣地のピカチュウがクソネズミみたいな言い方でちょっとあれだな、あましよくないな。うわー、でもゴールチェンジできんかったの結構悔やまれるね。で敵に多分結構取られた気がする。いや、そんな取られてないな。言うてそんな取られてはないね。まあいいや、このままちょっとここで待っておきつつやっていこっか。4レベルになるんだったらピカチュウに渡した方がいいもんね、あそこのとことかもね。さあ行っておいて、雷が来る。雷来るかもしれんけど、これはもうしっかりと。痛いなぁ。いけるか。高速移動と高速移動。おっ、ギャブねー。あってよかった、高速移動。あってよかった、高速移動。みたいな。ご死後でありそう。違う、全然ご死後じゃない。でもなんか交通安全の死みたいな。そういうのありそうだよね。いや、雷をかいくぐって、取れるのいいな、なかなか。でも雷って意外と、隙があるよね。野生モンスターを取れる隙みたいな。結構あったりするよね。ちょ、欲張りすぎに絶対これ、取られちゃダメだな。サクサクサクって言っといて、で、高速移動打って、で、欲張りすぎが来る前に、ちゃんと取ってきて食っていきたいね。なんかピカチュウがくれてる気がする、なんか。心なしか。でも名前がイカクセイっていう名前なんだよね。うん。思春期のゴミ箱。思春期のゴミ箱なんよ。名前がさ。これ行くしかね。スピード使って。で、スッって言って、切り裂け。ナイス、いいよ。で、スパーク覚えて。切り裂け。いいね、切り裂いておいてで、ね、こっから張り付いていけ。ちょ、スパーク一発ね、無駄に使っちゃったから痛いね、結構。ちょっと追えねえわ、もう。もう追えねえわ。追いすぎだわ、ちょっと。これちょっと下ルートに集合していきたい感じはあるんだけど、まあでもそこ潰せるんだったら、いやもうやってしまうか、ここも。正直、かしりがめの方やりに行きたかった感じもあったんだけど、ここがね、最後までやりきれるんだったら、最後までやりきってもいいかもねっていう感じはあるから、下行こっかな、もう。で、蜂、ちょっと借りたかった感じはあったんだけど、もう向かうわ。もう向かうわ。やっぱ、目先の欲望よりも、味方のね、安全と、かじり紙を俺は取っていきたい感じはあるから、さあ、スパーク打って、もう一度スパーク打って、で、もう一度スパーク打って、よし、いいよ、素晴らしい。このね、冷静にスパークからの通常攻撃で、張り付いて仕留めていく感じ。特殊モーションに変わるよね。確かね、スパーク。あれできたらね。で、ワールドボート覚えて、で、やべ、スパークもう一丁打てんかった。まあまあ、いや。で、敵がなんか集まってくる前にもう殴っちゃっていこうか。で、ワールドボートで最後、走り紙取れたらいいかなって感じあるかな。さあ、極攻撃当てといて、これで絶対取られないようにやっていきたい。ナイスいいよ。さあ、一旦スピーダーでちょっと周りぐるぐるしていきながら、なんか味方がね、削ってたりして、孤立してる敵狙っていきたい。こいつとか。はい、やっていく。いいよ。で、スパークからの通常攻撃。ナイス、いいよ、2連キル。頑張った。頑張ったね、もうね。ただこんだけエナジーが落ちてりゃ割れると思うから。いや、ナイス。いいねー。やっぱなんか、今回のでもチーム編成、なかなかいいからな。カビゴンとピカチュウっていうセットが、いるだけでだいぶなんか、熱くなるよね。熱い展開まで持っていけたりするよね。だから今回もまあ俺も何も考えずに浮いてる敵にスパーク打ってワールドボルト打ってるだけでまあいいからな。どこのドイツだこんな打ってきてるやつな。許せんな。なんか壊滅しちゃったもん俺し。アマージュがいるからスパーク打ち込め。ちょ、イモるか。一旦隠れてサーナイトに打っていく感じが良さそうな気がする。来た。サーナイトに打って。でもピカチュウでもいい。ピカチュウにもしっかりとワールドボルト。ぶち込んでおきながらでスパーク打って、はい、やっていく。で、スピーダー使って引いてけ。ナイス、いいよ。まず後ろのさ、柔らかいやつをちゃんとやっていかんとな。いや、ダメだなこれ。あ、でも味方のピカチュウだったわ。沼。味方のピカチュウのユナイトだったわ。で、これちょっと、ロトムにしっかりとスパークとか打ち込んでおいて、で、ワールドボルトで、多分取っていけるから、取っていこう。結構早いからね。で、ユナイト覚えて、どこのドイツや。アイスショットやっていきたい。いや、一旦吐くかも。一旦入っておいて、絶対にこいつをもう仕留めるプレイでいこう。はい、スパークで張り付いて。いいね。痛い、これ。めちゃ痛い。なんか、すごい遅い。いや、ここ吐かんくてもよかったな。かじれ亀が湧くは全然普通に。そこで吐けばよかった。いや、まあまあ、いや。下レーンにちょっと集合していこうぜ。一旦でもちょっとこれ、回復しに戻ってもよかったな。いや、もう、右はもう、その戦おう。ただ、木の実落ちてると思うから。回復戻ってたら木の実一個温存できたっていうだけだからさ。やっぱここで俺がちゃんとキルできれば。
殴っちゃってもいいな。殴り役やるか。今回結構力の鉢巻きとか持たせるっていうのもあるし、意外とワイルドボルトもね削るの早いからね。削り役やっとこっか。ありがとうって言ってる。ナイス。でも名前が謙虚に見えて、お前の名前ゴッドイコール俺、俺イコール神みたいな名前してるからね。全然謙虚じゃないあいつ。いやガシガシ、あれは自称神とかじゃなくて、あいつなんかナルシストとかそういった系統ではなく、ゴッドイコール俺、つまり事実を書いてるだけなんだもんね、あいつからしたら。だから全然いいと思う。やっぱ自信がないやつよりも自信があるやつの方が素敵だしね、やっぱりね。さあ一旦ちょっと撤退しよう、撤退しよう、撤退しよう。デジタルートに集合していこう。でサーナイトがいる、サーナイト、スパーク打って、スパーク最悪だ。こっちでいい、こっちでいい、じゃあこっちでいい。でしっかりとワイルドボルト打っておいて、でイナイト吐いて、イナイト、イナイト吐いて、吐いておいて。やれる、あれやれんか。まあいいや、一旦欲張りすな、一旦欲張りす。でスパーク打って、ナイスよ。もう一丁スパーク打って、スパーク打って、はい、張り付いた、張り付いて、スパーク当ててるから、ワイルドボルトの回数も、まあ、一回は上げれてるからね。で、ちょっとユナイト技が溜まるかどうかが、ちょっと不安な、ギリギリかなっていうラインだと思う。この、そんな早くもない気がするから、ゼラオラのユナイト技って溜まんの。だからちょっと野生モンスターとかちゃんと買っていきながらやっていかないと、あれなんだよね。いや、まあ、でも一旦ちょっと集合しながらやっていこっか。さあ、ピカチュウ、ナイス。そのピカチュウ捕まえたの結構ナイスかも。で、しっかりと張り付いておいて、で、いや、死ぬ前にワイルドボルトって、どこ撃ってるね、俺。一旦スパーク使いたかったから、ちょっとダメだったナイスナイス、いいよ。そうだな、あと50か、あと 50% か。早めにロトム戦終わらして野生モンスター狩りしたかったんだけど、なんかそうもいかなさそうだな、なんか。まぁちょっと隙見てちゃんとやっていこっか。で、ワイルドボルトさえ取っとけば、なんとかラストヒット取れそうだからさ。だるいな、やっぱりこいつら、こういうやつら、こういうやつ、あ、いいね、これやらそう、これやらそう、これやらそう。で、スパーク打って、で、張り付いて、ナイス、いいよ。この後だよ、この後。打った後結構、あー、サーナイトかよ、サーナイト。サーナイトしんどいな。一旦ちょっと隠れながらやっといて、で、いないとたまんねえよ。痛すぎてね、これ誰、めちゃだるい。一旦引こう。で、中央に集合しよう。まだ時間かかってるから、敵の体力ないんじゃない？ちょっと回復ちょっとしたかったけど、まあ、お助けバリアがあればいいや。いい、上じゃないな、これは。下に集合しておいてやるしかないっていうのがあるからね。で、カビゴンとピカチュウと一緒に前へ張っていきたいんだけど。うわぁ、これいけねえよ。多分バレてっから、俺。それナイスかも。で、撃って。ゼラオラのあれを、ユナイトしっかりと撃って、ユナイトも撃っておいてで、狙うとしたら、これサーナイト。サーナイトにもう素手撃って。違う。撃って。もうあとちょっと、ナイス、いいよ。もう一丁って。で、ワールドボルト取って。ナイス、いいよ。素晴らしい。おし、何も喋れなかった、ギリギリすぎて。だけどもね、途中、3連キル熱すぎる。で、途中でさ、ワールドボルトがさ、アップグレードしてさ、なんか集団にダメージばらまけた気もするんだけど、そんなことないかな。オッケー、取ってしまう、これはもう。取り切ろう。一旦引きながら行っといて、で、こいつ怠慢したい、こいつと。で、怠慢しっかりとかましといて、もう死ぬ前に割り戻って。ナイス、いいよ、ただ決めれるかどうかちょっと別なんだよな。体力がなさすぎる。あー、まずい。まずすぎる。ちょ、一旦引こう。うわ、先読みされてた。いやー、ダメだ。無理だった。守りが硬すぎた。でも頑張ったよね。まあ、さすがにでも今、4対4だから、ちょ、防衛はもう任せるわ。俺がちょっと死んだのが。悪い感じもあるけど。ナイス、その当選棒めちゃくちゃでかい。あと、ゴッドイコール、俺もユナイト座とかも多分もうそろそろ、溜まりそうな気もするから、いいね、ユナイト合戦が。熱いユナイト合戦。やべえ、集団戦参加して、俺もそこに、めちゃ参加したい。これ勝って頼む。でも、勝てたドローけどね、結構ヒーローじゃない？最後の3連キルは。だいぶヒーローだったよね。マジ気持ちかったわ。スパークで。ユナイトからのね、火力アップからのスパークで敵をね、切り裂いて、縦横無尽に切り裂いておきつつ、で、最後の締めでワイルドボルトをぶちかましていく。で、そして3連キル。これはもうたまらんよ。ナイス。なんか今日、ピカチュウとウェレーンに行くことが多いんだけど、なんこれ。これなんなんだろうな。まあ、でもピカチュウはでも、普通に多いよね。強いしね、ピカチュウって。
ユナイト技をたくさん履けるのが結構ねやばいからね。でエレキボールとかもどっちの技構成も結構使いやすかったりもするから、まあ、しっかりと手伝っておいて、まあ、多分この辺で十分勝で高速移動覚えて、で頼むぞ。あーピカチュウゴールチェンジだ。ゴールチェンジできてる。あー完璧、ゴールチェンジの準備はバッチリらしいな。あとこのチュチュペロ、待てピカチュウじゃ、これやるとしたら、やるとしたらピカチュウじゃ、サク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 、いや惜しい惜しいな、マジで痛い痛い。ちょっとチュチュペロ侍がいるからさ、いやまぁちょっと一旦ちゃんと買っておこっか、買っておこう。でそこもちゃんと取られないように買っておきたかった。先にここ狩るべきだったね、ちょっとね。大丈夫、隠せてるから。あとチュチュペロ侍がいるから、あいつだけちょっと気をつけてやっていこうぜ。敵が来んのが早いて、マジで超早い敵来んの。もうこれあれやろ、 S バーちゃんと狩らずに来た感じ。いや違うな、普通に俺たちが長い間結構戦ってたからもう来ちゃったみたいな、そんな感じか。どうしようもないぞこれな、どうしようもないぞ。俺が数減らしてあげたかったんだけど、どうしようもねえこれマジで。とりあえずゴーストあたり持ってきたい。ナイス、いいよ、流れ勝ったかな。いやおつけおつけ、2頭を追うものは1頭も得ずって言葉があるからな。ダメだダメだダメだ、やばすぎる。チェンジするピカチュウと、ナイスピカチュウ、ナイス助け、ナイス。そこで助けに来たのマジ助かる。ねえ蜂どこに行くのあれ、あまりにも敵の勝利の女神が微笑みすぎでしょ今のは。敵いなかったでしょ今の、最悪すぎる。いやーこれちょっと取ったら死ぬな。だから一旦ちょっと諦めてここにすら、俺エレキボールでピカチュウにワンチャンもぎ取ってもらうぐらいのあれでいくわ。取れてねピカチュウ、なんか取れてる気がするんだけど、気のせい。さあ、あとはしっかりと。いやでも蜂が全員向こうに行ったのマジで本当勝利の女神が敵に微笑みすぎてマジでちょっとね、許せんくなったね本当に。あれは許せんね。だ結構きつい試合にはなったんだけど、なんかいい感じにさ、レベル的にはまあ1レベル差はつけられてるけど、まあ、だいぶマシな方だよね。2レベル差とかついたりとかしたりもする時もあるから、それに比べたら結構マシなんだよな。さあちょっともう下レーン向かうわ、そのうち俺 S バもなってるし、でまあ切り裂くと高速移動でなんかちょっと浮いてる敵とかをしばき上げていく、そういう暗殺者的ポジションでやっていきたいんだけどさ。さあルカリを締めてこんな感じね、 OK。 でスパーク覚えて、で味方を縦にしながらこうねオーバーラップしておきながら、もうチャンスができたらもうスパークで突っ込みに行くみたいな感じでいけたら結構最高だからさ。さあスパーク打って、スパーク打って、でスパークで逃げる、スパーク打って削って、スパーク打って逃げる、これだよねやっぱりな、これやっぱり。ボルトチェンジも好きなんだよな、ボルトチェンジ型のなんだっけ、ボルトチェンジ放電も好きなんだよな。削って逃げる、まあ、削って逃げるってやっぱ楽しいよね。なんかね、安全圏から石投げてるみたいでさ楽しいよね。安全圏からあの石投げるネット目みたいなさいやでもそれとは違うか、リスクちゃんと犯してるからね。リスクさえちゃんと犯せればって感じあるから、先に咲いて、はい、いいねいいね最高。あとはちょっとスパーク打って、スパークのタイミングが切れる前にしっかりとスパーク打っておいて張り付いていきたかったんだけど、これ4人いるね俺たち。4人いるんだって、ちょ、切り裂いて切り裂いて、ナイスいいよ。で、敵が、ちょっと引き気味になってるんだったら30すかさずぶち込んで、ワイルドボルト覚えて、ちょっと上レーンに速攻向かうか。まあ、どうせ9レベルになってもユナイテッドは覚えれないと思うから、もう速向かうか。速向かっておいて、で、取られそうだな。ただ、ピカチュウもゴーゲンガーも今回やばいやつ多いから、だいぶ、あれかもな。いい感じになるかな。さあ、スパークって、スパークって張り付いて、ね、まあ、一発いいや、スパーク。マジか、それ、ちょっと聞いてない。やばい、スパークで引けなかった。カウンターユナイト食らったんだけど。いや、まあ、すかさずスパークってワンチャン逃げたかもしれんけど、なんか全然、あれだったね、ボケっとしてたわ。よくないわ。さあ、ウェレーンのロトムの処理とか終わらせれそう、それ。いや、ちょっと待って、行った方が良さそうだ、これ。行った方がいいわ。だこっからでも楽になり、なるか。楽になるんだったら、ちょっと下レーンに、行っておいて、割られちゃうかな。下レーンに行くわ。味方信じて下レーン行けばよかった。まあまあまあ。でもルカリオ来てる、ルカリオ。8か。一旦ちょっとここからここ買っておいて、で、そうだね。あとはもう浮いてる柔らかい敵をちゃんとストイックに買っていく。もうそれだけ。それだけなんで、やっぱり。で、ピカチュウもユナイタザ、まだ打てないから、きっとは。9レベルだって言うんですかね。だからそれまでだよな、やっぱりな。そこまでがしんどいよな。1回目のかじり亀戦とかやっぱ取られちゃったらさ、なっちゃうような。まあリードはしてるから、これ、あれだね。集合していけるかどうかにかかってくから。
S バもちゃんとね、集合してんの超偉いね。カメックスはあんま美味しくないから狙いたくないんだよな。違うんだよな。カメックスじゃない。でもまあみんなが殴って削れてるんだったら、カメックス殴りに行く。あ、S バ来た。S バこれ狙い目。マジ狙い目 S バ。痛すぎ痛すぎ。ちょっとどういうこと？どういうこと？スピード使おう、いった。痛スピード使おう。最悪だな、カメックス。やってくれたな、あいつ。あとピカチュウに上げつつで、しっかりと、スパー書いて、スパー書いて、で、スパー書いて削って、オッケーいいよ。これで俺もユナイテッド貯めれるようになりましたよ、と。で、一旦ワイルドボルトとかも放っちゃうか。敵が集まってくる前に、やりたいけど、いや、間に合わんかな、さすがに。ユナイテッド吐きやがったな、あいつ。一旦ちょっとこっから帰れる。帰れるかな。やばい。来た、ユナイテッド、くそ。ワンチャンね、気づかれずに帰るかな、帰れるかなって思ったけど、いや、ビビった。ビビった。正直ビビっちゃったね。帰れたな、これ、あったな。ユナイトス吐くんだったら、でも吐けないわ、これ、多分。最後の一回、下ゴールに多分敵がめっちゃ来るから、そこで吐けるかなって感じはあるんだけど、さあ、こいつ絶対こいつしばこうぜ。スピード使って。はい、爆速当てておいて、あいつはワイルドボルト。嘘、ワイルドボルト、ね、ちょ待って。ワイルドボルトが発動しない、なんで発動しなかったのか。俺はもう気づいてしまった。あれだわ。多分俺がワイルドボルト今から吐くぞって時に、ワイルドボルトの出始めかな、出始めあたりに妨害効果の技食らったらさ、多分ワイルドボルト出てないよね。ワイルドボルト途中でやめちゃうっていうのが正しいんかな。マジ、あれやれるとさ、しんどいんだけど、本当にあれしんどい。発動さえすれば、いけるんだけどなっていうね、この悲しみよ、悲しみ。完全にロマン法になってるから。でも、ユナイタズ背景は追い詰めれたのはいいから、あとあいつか。カメックスあたり狙っていきたいな、エスバとかもさ。さあ、もうそろそろスパークが溜まるよ、スパークしっかりと。スパークって、スパークって、スパーク打っておいて、これは絶対に当てていきたい。ナイス、いいよ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 、硬すぎ。ちょ、待って。硬レベル高いからだ、あいつ。でも、どっかでマジで1キルしないと、あれだわ。まあ、どうせサンダー戦でキルして、アップグレードって感じかな。そうなっちゃうのかな。あいつ、ピカチュウあたりちょっとやっていきたいけど、みんなで。やれそうだね、もうあれ。あれやれそうだね。さあ、スパーク打って。スパーク打って。もう一度スパーク打って。はい、張り付いて。で、ワールドボルトでキャリ取って。いいね。キルはね、キルして補おう。経験値が足りないならば、もうキルして、補っていけばいいと。そういうことだからな、つまりは。ルカリオがいるから、スピーダー使っておいて、ルカリオちょっと。ルカリオもぎ取ってきた、俺が。さあ、ルカリオです。撃って。ナイス、ナイス、発動できてる。いないと、いないと。潰せ、こいつ。ナイス、いいよ、いいよ、いいよ。あと、しっかりと、ゲンガーも、しっかりと、今の、この無敵状態の時に殴っておいて、スバも、発動させて。オッケー、死ぬ前にしっかりとワイルドボルト撃って。死ぬ前に、もうワイルドボルト撃つっていう、もう、できてるから。やっぱり、成長した。いや、でもなんか、あんまりさ、噛み合ってなかったね。ワンチャン、ナイス、いいよ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 。それ、そのピカチュウやれたらでかいけど、まあ、エスパが戻ってきてんだよな。あのエスパ結構ね、ナイス、いいね、3連キル素晴らしい。いいよ、いいよ、いいよ。ここで戻っていって、相手もユナイタさねえから、こっからもうゼラワラのなんかもう、ね、6段上じゃない、さすがに。ナイス、いいよ。素晴らしい。あとは、多分ゲンガーがいるから、ゲンガーに俺はスパークをしっかりと打っていって、いいとこ取り、いいとこ切る。いいとこドリップだね。あーでもあそこはいけねえや。キューコン、ちょ、スピーダー使うか一旦。49でしょ？あ、いける。49なら、いや、この49素晴らしいよ。割れないからね、全部ね。はいー！これ198っていう、素晴らしい調整。いや、いいね。いや、今回でもちょっとダメなとこもあったけどね。あったけど、まあでも勝てば官軍だからな。まあいい感じにサンダー戦でね、初手、もう2キルぐらいかましていい感じになったからね。あそこ何人いる？ナイス。じゃあ、任せるわ。任せるよ、ピカチュウとあれに。まずそうだな。ちょっとまずいかも。枚数足りなくなった。これ行くしかねえ。さあ、ここでしっかりと、ワイルドボルト打ち込んでおいて、できればエスバ狙いたい。違う、お前じゃない。ダメ。最悪だ。こいつなんだよ。さあ、こいつ。で、打って。はい、ワイルドボルト。もう素で打とう、ワイルドボルト。そう、欲張らない、俺も。どうせ、妨害されるから、カメックスに。カメックスやばすぎる。くそ。カメックスが強すぎる。なんだ、あいつは硬すぎるんだけど。頑張れ俺たち。でもまあまあ、さすがにもう、でもここまで削れればいけるかな。S は落とせたのでかいな。だいぶ最後いい仕事できた気がする。相手のアタッカー落としてさ。でももうちょいうまくやれれば、カメックスもね、多分ね、
行くぞね。ただ、妨害無効、カミックスの波乗りにね、今回ね、困らせられた気がする。あれでワイルドボールとかね、ちゃんと打ち切れないっていうの多分多かったからな。結構ね、ストレスだったよ。まあ、勝てれば何でもいいんだからね。ナイス。